こんばんはうわっはっはうわっはっはこんばんは。今日はヒゲ配信第2弾。いや、ヒゲ配信してねえ。別にヒゲ配信はしてねえ。今日はね、いや、自然だな。あ、手が、手にヒゲが映ってる。いや、完全に違和感ないよな。こんばんは。お元気にしてますでしょうか、皆様。あれね、ちょっとね、今日ね、あれなんよ。高画質配信で今やってるんだけど、どう？みんな。感じは。どう？重い？重苦しい？ひげが重い？どうだろうね。大丈夫そう？今日ね、もうなんかね、ゲーム配信の時に高画質に切り替えてたんだけど、なんか、いやー、でもこの時間厳しいかな。なんかね、時間帯によってその高画質で、超高画質で配信してると落とされるらしくて、なんかね、優先的にその落とされるらしいんよ。大丈夫そう？いいじゃない。ということで、ゆうやー、今朝始めます。乾杯しようかい。あ、飲んじゃったよ。こんなパターンもあるよ。間違って飲んじゃったよ。てか、まだパーカーは俺にとっては熱いな。こういうやついるよね、本当に。乾杯の前に飲んじゃうやつ、本気で飲んじゃうやつ。俺結構疲れた時、本気で、あ、飲んじゃったって結構ね、周りに、お前何飲んでんだよ、ちゃんゆうってなる時あるね。いや、なんかこう、普通に飲んじゃったよ、つって。うん。じゃあ行きますよ、皆さん！テンション上げて、10月になりましたよ。おめでとう。10月まで健康に来ました。おめでとう。そして不健康な飲み物を飲むというね。モンスターはやっぱエナジードリンク体に悪いっていうことでちょっとやめようかなと思ったんだけど、やっぱもうあからさまにテンション違うなっていう。そして急にヒゲ抜いちゃう。あ、ほとんど果汁 16% だよ。なんとかでも 84% は良くないものが入ってる。あー、お茶ばかありがとう。お茶ばかありがとう。お肉ありがとう。お肉食べたい。なんかさ、お肉をすごい食べたいって時あるよね。なんかさ、このセリフよく聞くんだけど、俺。お肉すごい食べたい今日みたいな。なんかわかる？ちょっと待って、ちょっとぐいぐい動く。ぐいぐい動く。はい、ぴったり。あるよねー。俺さ、それがさ、すごい頻度で襲ってくんのよ。もうびっくりよ。なんかさ、ほんと肉ばっ
かりなんよな俺。俺ってやつはよ、肉ばっかりって食べたくなるんよな。うん、で魚は全然食べたくならんのよ。いや刺身とか高いじゃんマジで。雨降ってる時の7時半ぐらいに行って、半額のシールを貼られるのを待つおばさんの後ろに俺はいる。うん、本当に。あ、お肉、お肉どうぞ、ありがとう、ありがとう、言ってよかった言ってよかったことがあった。いや刺身食べてる、刺身っていいよね。てかさ、刺身ってさいいよね、高いけどさ、あのさ、なんかさ、結局その福岡とかさ、あの仙台とか仙台港とかさ、そういうさ、こう魚が美味しいところ、まあ、今だいぶ流通もしっかりして、サンマとか昔刺身で食べたらやばかったのに刺身で食べれたりするからさ、かなり変わってきたけどさ、それにしてもやっぱり魚の質はもうあれだよね、東京にいるともうダメね、もうそれはもうしょうがないっていう。でもそれさ、別にさ、その美味しくないなと思って食べてるわけじゃないの。なんだけど福岡とか行くと、福岡とか北海道とか行くと、やっぱ全然違うもん食べてんだなって。今マグロ食べてますとか、サンマの刺身食べてますって言ってもさ、あー美味しそうだなってポワンワンワンって浮かぶさ、サンマの刺身の味はさ、もう全然違うわけよ。今ウニ食べてますって言ってさ、ウニの軍艦食べてますって言ってさ、俺はさ、もうさ、ウニの軍艦食べてますはさ、キュウリがこう刺さっとんのよ、こういう風にバーン、キュウリズーンって刺さってんのよ、ここにウニがちょっと、そんでもう明板でもうつけられてるから、苦くてしゃあないのよ本当に。それさ、ウニ食べてますって言って食べててもさ、なんかさ全然違うわけじゃん。北海道の人がさ、あ、ウニ食べてんだ、美味しそうだな、私もウニ食べようかな、ごそっつって、あの冷蔵庫にさ、大体北海道の人はウニとイクラが入ってるって聞くじゃない。ウニは入ってないか。でウニ食べれたらさ、全然違う味じゃない。その差あるよね。今ラーメン食べてますって言ってカップラーメンなのかさ、あの本当のラーメンなのかっていうのと同じぐらいさ、違うのがあるよな。うん、今年、いやマグロうまいよ。今年3万高い、超高いらしいね。なんかね、そうマツコさんも言ってたけどさ、グローバル化も考えものよってさ、なんかもう世界中の人たちがさ、やっぱりマグロとか食べるようになったらさ、おすげえなと思うのがさ、海から魚いなくなんのね。なんか無限な気しちゃうじゃん。いやー有限なんだよね。もうさ、サンマがもう取れないとか、取りすぎてなかなか取れないとか聞くとさ、もうなんかこう、なんだろうな、地球単位でなんかイケスのように思えるというかさ、わかる言ってること。イケスこう、イケスイケスね、イケスよ、わかる。サンマ高いし脂乗りも悪い。いやーそうなんだ、高かった。うん、高級魚になってくよ。なんかさ、あれだよね、でも最近じゃん、あのサンマの流通もさ、しっかり刺身で食べれるようになったの。なんかね、サンマをね、なんかイケスのまま、イケスってなんかトラックがイケスになってて、それそのまま運ぶからなんか鮮度が落ちないんだって。一応青魚だからさ、鮮度がめちゃくちゃ落ちやすいんよね。でね、あのね、俺のね、受け売りでやってんだけど、北海道の人はサンマの刺身を醤油と胡椒で食べるっていうのを聞いて、でやったらうまいのよ。でもね、やっぱり醤油かなって思うの、戻るの。ね、これ知ってる？やったことある？サンマのやったことある？サンマ、胡椒やったことある？ちょっとあの変換できなかったから、もうそのまま行くわ。ちょっと変換できてなかったわ、ごめん。ちょっと急にあのパソコン初心者みたいな人がどうやなんかわからないけど治らないなぜか
長崎は治らないみたいなんだけどこういう人いるよね。長崎は治らない。100% やったことある。え、すごくない？あ、すごい。え、100%、え、あ、いいえか、いいえ、やったことない人が 100? いいえか。あのね、これね、ちょっとね、ちょっとそのご情報だったらごめんなんだけど、醤油にね、確か胡椒を入れる、胡椒と醤油で食べるんだよ。いや、ちょっと調べてみて。ちょっと北海道の人は行ったらそんなこと北海道の人やんないですけどみたいな時あるからさ、これさ、アドマチック天国とか結構びっくりするもんね。おかんにさ、北海道じゃない、おかん、うちのおかんに、あの鹿児島のさことを聞いてさ、鹿児島こんなことすんのって、いや、しないよこんなことってさ、よくあるからさ、アドマチック、アドマチックをご情報と思ったりするんだけどさ、男の人、北海道の人、やったことないか。そう、醤油に混ぜるんじゃなかったかな、胡椒。うん、こんばんは。これさ、あるよね。もうパソコンできない人のあるあるを今ね、何もしてないのに壊れた。5時だったけど、何もしてないのに壊れた。はい。いや、これこれあるよね。なぜか治らない。はい、はい、 86%、 意味が全然わからない。あー、ウケんな。今日はね、そう、ごめん、一人で楽しんで、今日はなんとインフィニティブースター、はーい、私のパーカーを着ておりますよ。もうパーカーの季節になったね。やっと来たぜ、パーカー大好き、ピーター・パーカー。これはスパイダーマンの中身の人のね、ピーター・パーカー。いやー、パーカー、ミスター・パーカー。いやー、いいね、やっと季節が来たね。そしてあれだよね、あの10月、ま、来、再来週ぐらいに、あの T シャツ、受注生産の T シャツが届くことになりました。本当にごめんなさい、もう季節が外れてごめんなさい。本当もう寒くなって半袖 T シャツ出して、暑くなってパーカー出すとか、本当にマジでイカれとるな、本当に。いや、急遽みたいなとこあるからよ、ごめんね本当に。でもこうやって今着れるっていうのはまたあるからね。そう、難しいよね本当に。そういえばさ、このさ、自粛期間で YouTube とかをさ、結構見るようになったんだよね。 YouTube 見るようになったんだけどさ、みんなさ、 YouTube とかって見るの？まず聞いてみようかな。YouTube 普段から見る？もしくは見るようになった？俺も答えられるんだねこれね。 YouTube で登録してる人いるかな。あ、普段から見る。そうか、これね、結構なんかこういろいろさ、そのさ、テレビと違ってさ、その局地的なさ、その局地的なさ、このさ、ジャンル、例えばメイク動画とかさ、ラーメンとかさ、音楽とか、音楽の中でもメタルとかさ、演歌とかさ、あ、自粛前からガンガン自粛になってすごく見るようになった。俺ね、そうね、自粛になってからすごい見るようになって、
でちょいちょいその周りもそうやって多いのよ、自粛で見るようになったって言って、で当たり前のようにいや最近すごいフィッシャーズ見てますよとか聞いて、いやフィッシャーズヒカキンは知ってるけどフィッシャーズさん知らないなみたいな、全然ね俺もね新参者すぎて全然わからないんだけどね、なんかこうその自分のさ好きなもの見てると関連で出てくるじゃん、関連でこう自分の金銭に触れそうな近いものが出てくるじゃない。俺ね割とガジェット系っつって芸者してみよう、そうおすすめがあなたにおすすめみたいなさ出るんだけどさ、それがさ、まあ、ガジェット系見てるとガジェット系がどんどん連なって、まあ、カメラの人とか、まあ、映像編集の人のやり方とか割とそういう人を結構登録してるんだけどさ、何気にたまたまなぜか出たのがあのね K さん KEI K さん、元々マフィアだったアメリカの刑務所にずっといた人がいるんだけどさ、その人のさYouTube をちょっと見始めたんよ。いやそれがさまた刺激的でさ、あー懐かしいプレイゲームのプレイ動画、あーそれもいいよね。そう見たいのも増えるよねやっぱね、株とか英語とか、あーすごい、へーそう、そのさチカーノっていうアメリカのマフィアのとかチームのに所属してた人の話なんだけど、その人のさ YouTube のさ話がすごいんよ。もうこれね本当に男が 99% なんじゃないかな登録者数。俺大体男が好きなもん好きだからさ、バイク車ね、音楽も楽器とかもさ、動物系ね、うん、そのさチカーノっていうさそのマフィアの構想の人のね、今は出所しても日本に帰ってきてんだけど、その人の動画の武勇伝が面白すぎてさ、もうギャングの、そうそうマフィアってか、ごめんマフィアじゃないギャングだわ、本当にいるギャングの話なんだけどさ、そうアジア人だけど近いのにね入れてもらったっていうね、名前しか知らなかったバンド見てみる、あーそれちょっとありだね。いや俺も結構いるわ、結構いるけど見れてないな、うん、なんかさそのさ同窓会にその K さんが行くって話があってさ、同窓会に行くんだけど、同窓会に行こうと思うんだけど呼ばれないんだって。で話を聞いてると、その同窓会を企画するメンバーが、いやあいつ呼んだらやばそうじゃねって言って、でいやでも呼ばなかったらやばくないって言って、そのまま呼ばれないんだって。だから次後輩何十人か連れてもう強制的に行ってやろうかなと思ってるって、めちゃくちゃ、いやそれ YouTube で言ったらめちゃくちゃもう同窓会自体開かれないじゃんみたいな、めちゃくちゃ怖いわみたいな、うん、なんかでもね今はすごい落ち着いてナイスミドルなおじさまなんだけど、まあ昔怖かったんだろうなっていうねオーラがちょいちょい見えるんよね。どう、なんか YouTube でこう触れなかったジャンルの触れたっていうのなんかある？いや面白いよね、長距離ドライバーのおっさんが各地で飯食う動画面白い。いやいやいや、本当マニアックだね、斉田くん、君は。いや、だからマニアックな動画って結構あるのよね。なんかテレビでさ、再生数100以下の動画って言ってさ、月曜から夜更かしかなんかでやってたんだけど、もうむしろ逆にめちゃくちゃ面白いみたいな、やりすぎた編集みたいな回があったんだけどさ、もう、編集マジすっげえ変な編集すんだよ。でも編集のテクニックはしっかりあんの。でもその入れる感覚がめちゃくちゃおかしいっていう。ああ月曜から夜更かしだったな確か。あれ面白かったな。あれ一周してめちゃくちゃ面白い編集だもんね。ともすれば。
どうなん、なんか新しく見たのある？新しく見始めたの。なんもない？なんもないんかい。ベトナムのやつね、やつの動画、おじさんのやつ、おじさんのやつ、そう、おじさんのやつ、俺はまあおじ、俺のやつもおじさんのやつなんだけど、ベトナムの理髪店の動画、ちょっと面白そうだな。いや、それ面白そうやね。電車の全面展望、ああいいよね、いいよね、あれ。なんかこう綺麗な高画質でかぶりつけてさ、ずっとなんかこうまっすぐのやつ、まっすぐこう定点のやつね。あー、そう編集ね、おじさんのやつ、夜更かしの、そうインドの屋台の動画面白えな。歌舞伎町のライブ配信、いや、そんなのいいんだ。筋トレ系の動画、いや、筋トレ系の動画はジャンルでめちゃくちゃあるもんね。筋トレは筋トレの人で、好きな筋トレの YouTuber 誰みたいな、筋肉 YouTube の好きなジャンル誰みたいな、結構もう普通に話すらしいよ。コードの勉強するのに YouTube 見てた。あー、コードの勉強ね。でもなんかこうコードの勉強って結構勉強ってなると大変だから、あれよね、好きな曲をコードで分解してみたみたいのがあるとね、あ、こういう風になってんだみたいのが分かるといいね。うん、中山きんに君見てます。いや、中山きんに君の YouTube もなんか面白くないっていうのをテレビで見たね。うん、アラスカンマラミュートの子犬がコロコロしてる動画、いやー、動物系って結果癒されるよね。なんか YouTube がさ、今さ、やっぱりそうやってジャンル、好きなジャンルをもうとことん見れるじゃない。テレビってさ、まあ CM も含めてさ、なんかこのタレントが答えるとかの時間とかも含めたらさ、その情報量で言ったらさ、 YouTube に全然かなわないじゃない。やっぱりそうなるとさ、なんかこう動物だけ見たいのに別に芸能人はいいみたいな人になるとさ、そっちの動画登録しちゃうよね。あと好きな、あれでしょ、ペットの、好きなペットの子が見つかってその子をずっと見るみたいな。いや、ちょっとわかるわ。なんかね、あるよね。それでさ、もうテレビがさ、もう逆説的にもうあれじゃん、もうやたら動物番組やるじゃん。でさ、なんかびっくり動画100選とか見るとさ、ほとんど YouTube で見たことあるやつっていうさ、なんかすごい時代だよね。美容系見てます。ほうれい線を解消するマッサージ、あ、ヒーローくんとこがいいね。ヒーローくんのやつも勉強になるものは、こうやってこうなんかこう2本のやつ。ベトナムの木彫りの仏像を彫るやつがアニメキャラ本当にマニアックだって。なんて検索すればいいんだよ、本当に。アンタッチャブル、柴田さんのコメント好きで見るかな。あー、わかるわ。あんた柴田さんはさ、すごいよね。動物の糞とか、出来たての糞とか、食べたりすんだよ。動物好きで。前、なんか、パンダの糞食べてたな。そう、テレビがね、ちょっと遅いよね。そう、リンパ流すとかさ、そう、美容系の動画結構さ、あるけど、やっぱ、ヒロ君のはやっぱすごいね。しっかり、その手術をやってくれてるから、もう説得力があるよな。あのさ、よくあんじゃん、その、例えばさ、美容クリニックのさ、脱毛の人がさ、すげえひげ、うっすらひげ生えてたらさ、じゃあやりますねってやったら、いやいや、みたいな、みたいなとこあるじゃん。ダイエットする、俺がトレーナーやって、トレーナーがめちゃくちゃ太ってて腹出てたら、いやいや、もう一回、あと10回とか言ってさ、いや、お前ってなるじゃん。説得力なくなるじゃん。やってる、ちゃんとやってる人が言わないと、セリフ的に、そのさ、指導するのはさ。
いやそれちょっとあるよな。何の話したっけ。そうご飯じゃねえやご飯じゃなくてあのフン食べたりしてたのよ。なんかね一回まあなんかねなんかウサギとかと一緒で一回食べて出した葉っぱはなんかまだほぼなんか草なんだって。でこう何回も食べて咀嚼してこうすりつぶして栄養にするらしいよね。うん、そうなんかねお茶みたいって言ってたよ食べて。ああそうそんなこんなやで。ええということで今日は今日はね久々にねお歌を歌ってねそしてシスモダンをね演奏しようと思ってますよ。はい、圧倒的不審者の興味。あ、そっか、竹ってか笹食うからなんかあれだお茶みたいなんだ。だからか。はい、ということで、今日はこの後ろに映ってるおじさんね、おじさんたちの音楽をやりますよ。あ、その前にさ、あの俺がこの間出た、この間出た、この今流れてるブロカントの、MV でいろいろこうメイクでね特殊メイクからロリータまで作ってくれた松本っていうメイクさんがいるんだけど、松本がやってくれて、そのねなんだっけ、その YouTube があるんですよ。その松本恵理子さんがやってる、今 YouTube があって、この間熊田曜子さんとコラボしてて、いやすごいなと思って、いや俺デュエルジュエルゆうやの後熊田曜子かいなと思ってさ、でさその後よ、その後熊田曜子さんの次これ誰だか分かる？これちょっと衝撃だったよ、すごいなまっちゃんと思って、これ誰でしょう。あーそう映画ちゃん見た？すごいよねこれね、これは変化率半端ないよな。普通にだ、逆に言ったらちょっと俺もう商売上がったり、なんか腕毛が見えとるんよ。なんかもうやめてよ、腕毛だけ見えんのはねえ。これ江頭2時50分さんなんだけどさ、エガちゃんがこんなに変わるぐらいっていうのでさ、もうこと細かくなんかこうねこうテープでこう引っ張ったり、こうやって引っ張ってあげたり、いろんな技術使ってんのよ。ほんでもってさ俺ブロカントはそこまでやってないんだよそこまでやってないよ。あーこんばんは。いやー俺このさエガちゃんのやつ動画ね、ちょっと M ズまっちゃんの動画見てもらったら分かるんだけど、すごいいろいろやって、眉毛とか完全にこうなんか三重にシールを塗って消すとか。でもね二重はねそのまま二重を自分の二重を生かしてるんだって。すごいよねこれね。しかもこれ写真じゃなくてこれ動画のスクリーンショットだからさ、じゃあほんとよね結構。でさ俺はさそこまでやってないよ、そこまでさやったと思われたらちょっとやだなと思ってさ俺は割と自分を生かしてやってるんよそん時は。だからもう実際見たらめちゃくちゃでかいわけで、もうしょうがないじゃんってどういうこと。はいこんばんは。いや俺はさそのさやっぱこのエガちゃんは写真を撮るためにやったから、こういう突っ張ってこうテープとかが効くんだけどさ、俺やっぱ動画だから MV 撮るのにめちゃくちゃ汗かくし動くから、
あんまりそういうのに向いてないよね。あんまりこうやって口とかガンガン動かしてるとこの辺のシールも取れてきちゃうし。そう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 、いやすごいよねこの変化率は。すごいと思って、よかったらね見てみてくださいね。そう、すごいよね。俺の後熊田曜子さんで、熊田曜子さんの後エガちゃんだからね、世界三大あの美容、あの美を司る三大 B だよね、こんばんは乾杯ということで、やるべかギターと歌どっちが先がいい。あともう一個あったわ、ちょっと待って、ごめん、ギター先ね。オッケー。そう、あのさ、今さ植えてるやつがあるじゃない。今植えてる作物は良くない。そう、そのさ作物がさ、やっといい感じになってきました。虫がついて、もうマジでね一回死にそうになってさ、あのね、ブロッコリーなんよ。そう、ブロッコリー、俺なんかアスパラって言ってたけどね、ブロッコリーだったわ。ちょっと見て、じゃあ、おい、はい、ブロッコリーの苗で、これさ、ちょっとさ元気ないんよ。いや、腕毛がすげえんだ、腕毛だけすごいんだわ。これもうごめん、本当に育ってます、腕毛もね。うん、これさ、でも苗で買ってきて、このプランターがね3つあんのよ今で、そのプランターのこのプランターだけ育ちが悪いので、なんかこれペニョン、なんかちょっとプノンペンペニョンパンパンみたいになってんのよ。ちょっとみたいな、元気ないみたいになってんの。そしたらさ、あのさ、土を掘り返してみたらさ、コガネムシの、ちょっと気持ち悪い話ごめんね、コガネムシの幼虫がいてさ、なんだよと思ってさ、もうコガネムシの幼虫調べたらすごいなんかこう元気をなくすんだって、野菜ってか植物の。だからもうね、もう本当に最悪だよ。だからコガネムシに効くやつを買ったよ。で、そのね、多分だけどここに一回あったやつらがもうなんかもうなんか波平さんの毛みたいになっちゃったのよ、3本ぐらいに。なんかね、そんな、こんななっちゃう、これね、これでもね、これめちゃくちゃ食われて、めちゃくちゃ食われた後に、あのやっと葉っぱ出てきたのよ。頑張れと思って、頑張ってと思って、そうで、こいつはこいつで、なんか実とかはならなそうだけど、ちょっと頑張って肥料を与えて死なないようにしてんだけど、うん、多分もうこれはね観賞用だね。もう一度もう俺がもう無知なせいで、もう青虫にもう食べられまくって葉っぱ全部なくなってたから、もう俺は心臓マッサージして息を吹き返したんよ、これ葉っぱを吹き返したんよ、ペッツってペッペッツって。うん、でさ、あともう一個、あのね、ブロッコリーともう一個作ってんだけどさ、これすごくない？これね、縮みほうれん草、あのね、冬のほうれん草と、奥にあんのが、これが奥にあんのが、またブロッコリーなのよ。同時期にも植えて、この差だからね、まあ、わかんねえな、あんまり。葉っぱもね、全然こっちの大きいんよ。コガネムシやってくれたなと思って。おい、マジ、次コガネムシあったらもうこうですよ、もうこう。
ねえ全然違うよ。でさ、このこれがね、チヂミほうれん草、チヂミほうれん草はねだいぶいい感じに育ってる。ただこれ縮んでないから縮み待ちなんよな。これもなんかともすれば食べれるんじゃないかと思ったんだけど、あのまだかなみたいな。これね、冬にね完成する、もう出来上がる予定みたい。やっぱね、虫がねやっぱりね苦手だからね、こんな顔して。あ、甘くて美味しいんだこれ。多分そうだよね、冬を乗り越えるから。なんかさ、甘みが増すっていいよね。そのなんかあのよ、劣悪な環境であれば環境であるほど。なんかさ、俺テレビでまあ見た情報なんだけどさ、あの東日本大震災で津波が来て、その後土にさ塩が混ざっちゃったんだって。で逆にその劣悪な環境で育てた、その塩が入ってる状態の劣悪な環境で育てたトマトがあるらしいんだけど、それあえてその塩がある土で作ると負けないように甘くなるんだって。だからそういう感じじゃない。だからもうあれよ、もう温室育ちはもうふにゃふにゃに育つんですわ。これ魚も海流によってもう育つ、もう筋肉もりもりになるわけでしょうがい。ええ、そういうことでしょうがい。ああ、そうそうそう、塩害のトマトか。なんかあるよね、この逆境というかさ、人間もそうだけどさ、火事場のバカ力的なさ、なんかこう本質がさ見えてくるというかさ、もうなんかギリギリでもう踏みとどまるパワーたるや、やっぱりすごいよね。うん、それがねこう生き物はあるんやね。うん、そう、これもねまあ育ちつつありますよ。そしたら物販でね、あ、売りませんけどほうれん草はねバターでソテーにしてとか、生で食べるとか、ちょっとねこう実況、食べるまた実況をやると思うのでお楽しみにしててください。はい、ということでギターからやろうかね。あとそうだ、ごめん、全然ねチェキ、9月分のチェキが受付が、開始しました。ありがとうございます。でですね、当たりをつけようと思ったんだけど、あのさ、塩害トマト一般にしようと思ったと思います。ああ、そうね。冬越すとね、やっぱり甘くなるよな。そうそうそう。だからこのさ、日本の気候はさ、いろいろ気候あるから、それに合わせてこう美味しいものができるよね。そう、ちょっと待って、ごめんね。チェキのあたりさ、これつけるって言ったじゃん。俺さ、これさ、アダプタが全然見つからなくて、アダプタ見つからなくてさ、違うワット数、違うボルト数のやつをさ、ペって刺したのよ。そしたらさ、ビカンビカンビカンって見たことのない光り方してさ、で、おお大丈夫かってペって抜いたのよ。もう時すでにお寿司、もう時すでにマグロのお寿司、もうこれつかんくなってさ、ほらもうこれもう、おい、せっかくなのにもうつかなくなっちゃったの。マジでもう本当に最悪だねえ。これでも欲しい。これはこれで、でも玄関にあったらなんか良さそうだよ。なんか変な宗教入ってんのかなと思われるよ。いいんじゃない、魔除けになるかもしれんよ。これさ、光んないんだったらいらないよね。あ、ちなみに音はこれガラスだからね。800万ね、これ800万もしたのに。あー、でかいパワーストーンみたい、いいじゃん。でかいパワーストーンとしてにいらない、いる、どっち、 いらないよな多分。ちょっと変えるわ。だからなんかこれはもうあれだわ、もうなしだわ。いや本当になんでつかないの、もう。ごめんビリビリって刺してごめん。じゃあなしね、これ。
ありがとう。どういう気持ち、あー危ない、どういう気持ちこれで、前に当たり言ったじゃないですか、これとかね。これとかさ、あとね、前にね、作っていろいろまあ紆余曲折、世の中がねいろいろあったから、結局試作段階で作ってそのままになってたね、マスクね、ミシンまで買って作ったマスクね、これがブロカントの時の衣装ね、衣装のマスク、これも当たりにつけます、これ当たりにします。裏はちゃんとガーゼにしました。でこれも11月23のライブの時に着てるやつの布でマスク、そうこれもつけようと思います。つけようってか、ちょいちょい当たりをね、今ちょっともうこいつがもう完全ダメだったんで、もうちょっとあれしますね。あとこれもこのギターのここについてるやつ、これまだギリギリ使えるから、これもねずっと使っててデュエルで、でこれがね あんまりつかなくなったんよ、あんまりつかねえなと思って。あどこ行った、あんまりつかねえなと思って、そうこれもねあるし、あとね俺がね何年ぶりに買ったか分からない CD があってさ、あ俺の顔に当てはまるからだいぶでかいとは思うよ、大きめじゃない、あもう一個あったんだけどな、まあね、マスクはねもう一個、マスクはもう一個あるはずでね、本当にマジで自分が CD 出してんのに CD 買ってっていうくせに CD 買わなかったんですけど、俺すごいね好きなねアーティストがまあたくさんいるんだけど、それの新譜が楽しみにしてたのがあってね、トム・ヨーク、レディオヘッドのボーカルの、ソロのアルバムにもう俺のサインつけてね、俺もトム・ヨークみたいなもんだから、うん、トム・ヨークみたいなもんでね、で俺もまあフジロック、まあ、出るみたいなもんだからさ、フジロックみたいなもんだから、俺がねもうフジロックみたいなもんだから、そうこれもプレゼントしますから、はい。トム・ヨークびっくりしてるよな、そうトム・ヨークのサインなわけあるかい、トム・ヨークとのコラボだから、ソロアルバムに俺アーティストがサインするとややこしいことになるっていうね。よくあんじゃん、そのさ自分の好きな本、自分の好きな影響を受けた本をなんかね、本大好き芸人でアメトークでやってたんだけど、なんかこう何冊も持っとくんだって、でおすすめだからって言って、これおすすめなんだよねって内容言って、気に入ったら、え、じゃあこれあげるよって、それを本あげちゃうって、え、いいんですか、いや俺ね、そのあげるように何冊も買ってあるんだよねみたいな、うん、ね、そうそんなだよ。あとね、わもう全然言うこといろいろあったわ。10月11日、アコースティックやるんですが、その時にね、来られる方は多分もう寒いと思うから、もしかしたらこのパーカーとかでね、
来るとか持ってくる方はこれ見て、これ布インクもっと長持ちスプレー、わーん、これをね、え、 ET、 あ、なんか ET やってない？ ET 今やってる？友達、友達、ET 肉しか食べないね、和牛しか食べないな、ちょっと脂多すぎるから脂なくしてのやつね、うん、のやつね、うん、お茶枠お茶枠このタイミングでくれるってことは、これ結構似てたのかな。俺 ET ってさ、マジで最後まで見たことないよな。 ET は最後まで見れない、なんか見れないな、ずっといつも。なんかそういう映画ない？なんか有名な映画なんだけど、なんか何回やっててもなんかこう何回か見てんだけど内容入ってないし全部見れたことないみたいな。いや本当スティーブン・スピルバーグに本当に LINE しとくぐらい、本当にごめんねって LINE しとくぐらいなんだけど、今もう弁解が大変だわこれから。そうそうそう、あるよねそういうの。ない？これね、そう、話がどんどん、あ、ネバーエンディングストーリーもわかるわ。いや、わかるわ。なんか内容何にも入ってないわ。あの、ファルコンがいることしか知らんわ。うん。友達。ターミネーターは、ターミネーター1が折れそうだね。2は全然あれなんだけど、1は、なんか、気がついたらもうラストの方でもうターミネーターがもうプレス機でんキューのとこだけ見ちゃう。お、またキューってなってるけど、なんでこうなったのみたいな。うん、まあ映画ってそういうのあるよな。うん、でね、これね、あのね、あのこれにサインしたじゃん、これのこの辺にサインをしたんだけど、あのお買い上げの方は。でこれ置いとくから持ってくるなりして、こうやってこうやってペッペッシュッシュッってしといて、そしたら布インクが長持ちするから、これ10月11日置いとくからね。ほんでそうだ、ねそのイベントなんだけど、こんな剣を作ったよ、こんな剣を作ったよ、演奏してほしい1曲の資格にチェックをつけるスタッフにお渡しください、これ入り口でお渡ししますなんだけど、なんかこの一応感染予防っていう風に感じでやってるので、できることはやろうってことで、ペンを使い回しにするのはもうちょっとなんかそこなんか微妙かなと思って、なのでペンをご持参ください、ご持参ください。はい、ペン何でもいいです、多分もう普通に通常持ってるもので、ものを女子は持ってるのか分からんけど、もうチェックつけるだけなんでね。うん、なんでそのチェック用のペンをご持参ください、お持参ください。うん、そんな感じですかね。はい、元もおじさん、うん、おじさんください、あ、おじさんください、おじさん欲しいってことで、じゃあおじさん音楽やりますか。ちょっとね、このねシストモバダウンはね、あ、バルちゃんが配信で言ってたけど、シストモバダウンの略し方はシステムなのか、デュエルジェルだけはシソブって言ってるんだけど、システムって言うとシステム F と被るんよ。システム F ってバンドいるから、そうすると、システム F は F って呼ばれてないでしょ。ねえ。だとしたらシステムなのよ。システム F になっちゃうのよ。わかる？その感じ。あれ？どこ行った？ちょっと待ってね。あれ？やっぱね
やっぱこのギターがね、やっぱそのポール・ド・スミスいつも使ってるやつがね、もういいんだよ。でもオールマイティーなんだよ。でこのギターってね、やっぱね、このアイバニーズっていうブランドはね、これね、このアイバニーズっていうブランドはね、割とそのメタルの人が結構こぞって使うギターで、やっぱね、こう俺の好きな音がするね。まあ、そんな感じでございますよ。いい音だね。いや悪い音じゃないんだよ別に、うん、ポール・ド・スミスはもうとてもいいギターなんだけど、やっぱね、あのこのチーストモダン、このバンド僕大好きなんですけど、このバンドの音もすごい大好きで、このダロン、このギタリストのダロンの音はすごい好きで、でそのねダロンもね、このアイバニーズを結構使ってる時期があるのよ。てかアイバニーズじゃないかな、うん、だからね、やっぱね、ちょっとコピーしてみて一緒に弾いてみたらすげえマッチングが良かったのよ。この間もそうだけど、でもうちょっと試行錯誤して音を寄せたから、そんなところもね、ちょっと聞いてもらえるといいかもしれないですな。じゃあ何やろうかな。じゃあ前にさ、ちょっとやろうかなって言ってチューニングが違ってできなかった、前回できなかった、あれちょっと待って、あれなんでなんで、おじさんどこ行ったの、おっちゃーん、いたいたいた。一応ね、みんながなんかおじさんすぎて嫌ですって人がいるかもしれないと思って、一応ねこっちのバージョンも用意してあるんだけど、どっちがいい、こっちどっちどっちでもいいわ、どっちでもいいわ。ちなみにこれシステムダウン、2019年なんで、もう結構お年を召したね。ヒゲに白髪が混じってきてるもん。衝撃だわ。やっぱこの人たちも年取るんだな。ダンディーになったよね。この頃はもうこの頃ももう結構前だけどね。これ前回やった BYOB っていう曲の時ぐらいだね。これはもう去年。もうおじいちゃんになってる。まあ、じゃあ今現在でやろうか。今現在のバージョンでね。はい。ということでちょっとやろうかね。アタックはやらないよ。よし、じゃあちょっとやってみようかね。これなんで毎回こうなんの、こういうもんなの。じゃあこの間やろうとしたやんなかったトークシティを聞いてください。まあ、曲好きっていうか音がめちゃくちゃ俺は好きな、バンド全体の音が、その曲をちょっとやろうかな。あ、延長ありがとうございます。あ、ヒゲでやってなかった、何やってんだよ、ヒゲでやれよ、ヒゲ楽しみにしてたのよっていう子もいっぱい見てんだよ、裏切んだよヒゲを、くそ。さあこれヒゲでやんないともう失礼だから。はい、ということで、インナービジョンという曲をちょっとやりますよ。もうこれ突然始まるからな。はい、行くよー。いけるか
どうしてくぞ。マジで突然終わるわ。ほんと突然終わるな。システムオブダウン、まあこのインナービジョンはね、自分がこうモニター買うときにねよく聴いてた曲だから、こう懐かしいね。あのね、モニターってその奥行きだったり音がどこにあるかとかっていう迫力とかも全部ねいろいろ大事でね、決めるんだけど、激しい曲はこの曲で、奥行きがすごく分かる曲は宇多田ヒカルさんのパッションを聴いてたね。宇多田ヒカルさんのパッションのさ、パッションって曲があるんだけど、キングダムハーツ1の主題歌かな。思い出せば遥か遥か未来をみたいな曲、わかる？あれの後ろのコーラスがすごいんだよ。あのパッションの後ろのコーラスぜひ聴いてほしいな。ああっていうのがね入ってんの。ちょっとそれがかっこよくて、それがの聞こえ方とかで考えてた時期があったね。考えすぎだね。その時考えすぎだったなと思うわ。はい、ということでヒゲ楽しんでますか。ヒゲを、皆さんヒゲを楽しんでますか。週末花金ヒゲ日和でございます。ヒゲーはい、ということでいっぱいやっちゃうよ今日は。ちょっとねやっぱ楽しいよね。じゃあ次はシソノマダーンが、まあ、一番出てきた当時の曲をやろうかね。みんな多分ご存知だと思うけど、はい、シュガーという曲をねやろうと思いますよ。いけるかい。間違えた、これやりがちなんだ、久々にやると。いけるかひげい ワイヤレス切れた今一瞬。くそ。熱い。
かしいよね。このすげえ前なんじゃないかな。シュガーなんてすごい前だよ。シュガー、ちょっと待ってね。いつだろう YouTube。 暑い。いつだろうね、 YouTube で。 YouTube にないかも。もう相当前だね。とりあえずね、何億回再生だか分かんねえわ。熱い。やっぱこのモニターでやるとダメだな、なかなか難しいな。はい、ということでもう一曲やろうかな。もうヒゲの日はもう二度と来ないとして、もう二曲ぐらいやる。もう二曲ぐらいあるよ、やろうと思ってんの。システムダウンの不況みたいになってるわ。やりすぎ、また今度にする。おい、今度すぐなんか いっぱいやりすぎちゃうんだよね。よくないわ。んとね、プリズンソングって曲なんだけど、その曲がさ、マジでさ、ライブで本人たちも全然合わないのよ、イントロが。そのイントロちょっと聞いてみて。合わねえ、合わねえ。もう一回やらせ。掴める、すぐに。これは掴める。これカウントないからさ、カウントないから大変なんだよ。よし、行くぞ。もう合わねえよ、もう始めが合わねえんだって。気持ちいいバンド。全然シャウトをやろうと思ったら全然弾けなかった、ごめん。疲れた。ちょっとありがとう。暑い。いや、こんな涼しいのに暑くなると思わなかった。なんで俺はシステムダウンをガンガンやってんだろう。でもこんな配信なかったらそんなこと言わないで死んでいったんだよな。いや、死んでいったは言い過ぎだよ。いや、言わな、なんもあれだったな。じゃあ最後にじゃあもう一曲、バラードをやりましょうかね。
かっけーな、かっけーな、この曲、この曲かっけーな、今いつ聴いてもかっこいいな。この曲もやっぱね、ありがとうございました。やっぱね、このギターがやっぱりマッチングがめちゃくちゃいいね、こういう激しい曲に。デュエルジュエルでも7弦の激しい曲にマッチングがやっぱりいいから。てかデュエルジュエル基本的に激しいから、やっぱり基本的に全部マッチングいいな。マジこれの6弦買おうかなって思うぐらいそう、激しいセクションは激しいの持つと全然やっぱ特化してるね。これがね、だからね、自分の機材で出した時にどう変わるかってとこだね。うん、まあよく言えばね、いくらでもあるからね。でも結構ありだな。割といいね、やっぱり。はーい、そんな感じでございますよ。ギターはおしまいでございますよ。皆様ありがとうございました。本当にもうヒゲも閉店ですよ。ヒゲも閉店、ヒゲも閉店、閉店ヒゲ。あー、まあね、もしね、シスモダウンの、メンバーと知り合いの方がいましたら、ゆうやがよろしく伝えてくれと言っていたというふうに伝えていただけると、助かりますんで、もしよかったらですけどね、はい、多分知り合いの方もしかしたらね、今何人か見てるんじゃないかなっていうね感じではあったので、感覚としてね、はい、うん、はい、ということで、ということで、あ、言っといて言っといて、斉田くん、ああ、言っといて言っといて、似てる人たちがいるからね、うん、はい、ということで、じゃあお歌でも歌おうかしら。ヒゲの状態で、ヒゲはやめよう、もうヒゲはやめよう、ヒゲはやめよ、お肉食べよ、お肉肉肉にお肉食べよ、お肉お肉お肉、はあ、はあ、へいへい、えいへい、ほう、えいへい、ほう、さあ、しかしどうなるかな、あれアコースティックイベント、みんなやっぱりまだ怖いよね。なかなかね、なかなか厳しそうだよ。あと多分10枠くらいあるんでね、よかったら万全な対策はしてあるんでね。よし、じゃあお歌を歌おうかしらね。いや、なんかもうすごい差がすごいわ、なんか差がすごいわ、いろんな意味で差が、緩急つきすぎてるわ。なんかちゃんと歌うの久々な気がするな。ねえ、なんか緊張してきたわ。なんか嫌になってきた。やめようかな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 って思ってます。
誰もあー誰もえーとか言わないじゃん。よしじゃあじゃあやろうか。うん、あんまり求められてもいないけど やめないから、勝手にやるから。よし、じゃあアコースティックがね11日あるということで、その中の2曲「まことしやか」という曲と「クレッシェンドピリオド」という曲をやりますよ。もうひげなくした方がいいよね。じゃあひげ逆にありでやって、ひげありの俺をもう一回見てみて。じゃあ行きまーす。聞いてください。まことしやか。刺激が強いな。緩急がすごくてもう病気になりそうだわ。ここすごい、さっきすごいもうすごいアドレナリン出て、今すごい
違うまたなんか物質出てるからさ。あ、お茶箱ありがとう。そんな感じでね、まあね、配信だとねやっぱ伝わらないものがあるんでね、ライブでお伝えできればと思っておりますよ。ちゃんとねライブがねできるようになるといいね。11月ね、ちょっとね正直かなり考えております。まあ状況を見てって感じなんだけど、難しいね、どうしようかなって感じだね。やる意義はすげえ難しくてさ、今さライブやるってもう延期のやつをどうしようかなって思っているところでございますよ。うん、それこそ真っただ中だね今ね、その考える、これからね、まあ難しいよな。うん、正直だからやってもさみんなまだ来れない状態だから、それをねそう攻めそういうふうに攻めるわけじゃないんだけど、その当たり前でしょ、まあ来れないのは。その映画館が OK になったり舞台が OK になったりね、例えば夜音でやるとか、野外でやる分には大丈夫になるとかさ。でもやっぱりね、なかなかそのなんだろうな、現実的に厳しくなってくるというか、そもそもがこのツアーが、まあ正直言ってソロのツアー、ジェルジェルってバンドやりながらソロをね掲げて、ジェルジェルが解散した時にソロを立ち上げて、でツアーをやる、全国ツアーをやる、そこは赤字になっても構わんと、やらない、今やんないと後悔すると思って組んだことだったんだけどね、なかなかね、正直この状態だとやっても来れないってなると、やっぱそれなりに地方に行くと、まあ名古屋大阪とかね遠くまで行くとかなりね経費がかかるんですよ。うん、それはねまあしょうがない、しょうがないことで、経費もね、当たり前だけどギャラもかかるわけで、箱代は元より、うん、まあだってそんなただでやって、ただでやってってわけにはもう絶対いかないから、それはね俺も そういうのはね、人間同士の付き合いとしてないと思うから。そうだからね、ちょっとねマジで考えもんだね。やっても普通にやっても赤字だったかもしれないのが、普通やって大赤字だとやっぱりね、そのね、まあいや元々は関係なかったよ、関係なかったけど、この状態でやっても、いややってもいけないのになっていう感じもあるし、まあいろいろ相対的にこう俯瞰で見た時にどっちがいいのか、俺も楽しみで、もちろん楽しみだけど、リスクを考えると、で10月11日の人数とかを見てもやっぱりその、その具体的に俺が提示してライブやりますって言った時にやっぱり、三段を立てたけどやっぱり無理でしたっていうラインをたくさんもらってね、そうなるとさ、別にその人たちを責めてるわけじゃなくてね、それはもう当たり前というか倫理としても今やるべきでないっていう風潮もあるし、自分がどう思うと、俺がどう気をつけてようと、先ほどね、そう県をねまたぐっていうこと自体が多分かなり厳しいと思うので、そこはねかなり考えている状態でございます。うん、そうだね、あまあちょっとね、わからんまだ、もうちょっと待ってくれ。だからこれはね本当に正直、今までじゃこんな待たせんのはおかしいけど、イレギュラーだったりが起きるから、でねやっぱり
コロコロ変わんの微妙だからさ、決めかねって言えるね。うん、でもうちょっと待って、判断を。ライブハウスの判断も今煽ってるから、今ライブ、今現在のキャパシティはどのぐらいですかっていうのをがやっぱり徐々に変わってきてるから、今なら何人入れますとか、ライブハウスごとにちょっとディスタンスの幅がちょっと狭まったりとか、椅子を出してたら OK とか、なんかね、いろいろね、あのライブハウスも決めかねてる状態だから、ちょっとね、もうちょっと待ってください。うん、いや本当になんだよねこれね、本当にもうひげ生えてるから言うけどさ、いやひげ生えてるから言うけどさはじゃねえわ、なんかね、もういや LINE でも送ったけどさ、もう10月だぜ、もう今年終わるんだけど、マジでいい加減にしてほしいよな、本当に本当いい加減にしてほしいわね。まあでもみんな大変だからね、しょうがないんだけど、そのまあしょうがないけどね、俺が客観的に見てやっぱライブハウスっていうこの密室の空間で換気もなかなかしづらいっていうことを考えると、映画館の大型な空調システムとか天井が高いとか席がちゃんと設けられてるとか、あの舞台だったら大丈夫っていうのは、じゃあなんでライブハウスダメなんだよとは思わないんだけどね。うん、やっぱ順当に考えて、まあよく考えればまあそういうことだろうなっていうね。うん、たださ、そのもう一番後手というかさ、まあ、最後の最後ね、ライブハウスとかそういうバーとかなんだ、そういう小さい空間に人がたくさん集まる、で密室な空間で換気がなかなかできないっていうところってあんまりないからさ、だしさ、それが醍醐味でもあるじゃん、あのわちゃわちゃしている感じが、あの一体感があっていいわけだからさ、まあそれが OK になるっつうのは相当先な気するわな。うん、まあね、考えまくってるよみんな、みんなね、周り電話してもね、 LINE とかしてて動きとか見てももう考えまくってる、考えまくって、やっぱり行き着くことはまあ大体みんな一緒で、でやっぱり我々よりもこう我々の業界、ビジュアル系の業界とかでも上の方がやってくれれば、そこにね、付随してそこと同じ風なことはできるって、アコースティックをじゃあ誰々さんがやってたって言ったら、あ、じゃあね、この人がアコースティックやってんのに我々がやんないのはなんか違うなとか、そういう基準ってやっぱり上からできていくところなので、でその上の皆さんもみんな試行錯誤して頑張ってくださってるし、ね、さっきこの間も言ったけど、ハイドさんのライブでさ、そのさ、何分割、24分割かなんかになってて、ほぼほぼ生で遅延なしでお送りできて、ほんでそこに参加してカメラをつないでる人は全員ハイドさんが見れるっていう、数秒でね変わるらしくて、何千人見ててもね、数秒で変わって、あ、自分が映ったみたいなね、ああいうシステムができてくるとやっぱすごいよね。うん、そうやってちょっとずつ、緩和されていくもんだからね。ちょっと正直、まあ4月はできるだろうとか思ってた時期がありました、私にも。はい、生誕祭までにはできんじゃないのって2月の初めね、コロナ騒ぎの時に思ってたけど、やっぱねできなくて、でこれは延期した時も、まあ10月も危ね、11月も危ねんじゃないかな、12月も危ねんじゃないかなと思ったけど、まさにそれを、今の現状と照らし合わせて考える時期が来ました。でみんなにはね本当に申し訳ないんだけど、待っててほしいとしか言いようがないというか、これはね本当に申し訳ない、交通のね
あの問題とかもあるのにね、うん、そう難しいね、うん、難しいよ。だからいろんな人いるからね。もうあの交通費取っちゃったら交通費もあの払いますっていうアーティストさんもいるし、そういうアーティストさんもいたし、だからもうねいろんなことをみんなが実験的にというか、でその主流とね主流じゃないけど OK のことっていうのが合わさってこう本流ができていく感じがするんだよね。ちょっと何言ってるか分かんなくなってきたわ。まあとにかくただまあ元気でいてください皆さん、とりあえずあの何があってもいいように、うん、我々がいなくなったりはしないので、はい、音楽はちゃんと残ってんだね。我々のね、例えばこんなこと言ったら飲食店さんに申し訳ないけど、飲食店とかでここの何々が美味しかったのになっていうのはさ、もう食べれない可能性は出てくるんだよ、潰れたら。でも我々の音楽だったりっていうのはその音楽だから、音源で残ってたり DVD で残ってたりっていうことがねできる媒体なのはちょっと強みなので、うん、そうね、なんかこう、いや、なんかこう変化はあるよ。あ、すげえ急に太ったとか、あのなんか歯が 2,3 本なくなってるライブできるようになったらここら辺あ何本かなくなってるとか、変化はあるかもしれないよ。あれ加工が取れちゃったら急にすごいみたいな、 あるかもしれない、それはだけど生きてりゃなんとかなるから、生きてりゃなんとかなるから、うん、なんかねふとねそんなね暗いね、あの自分が暗いモードになった時はね、あ、この間のお茶爆のお礼の時にちょっとお話をしたんだけど、まあね悲しいニュースもたくさんあるけど、それをねいかに自分で俯瞰に見る時間ができるか、上空から自分を見てね、あ、お前へこんでんなって、へこんでる人にさ頑張れって言っても無駄だけどさ、あの自分でへこんでるってことを俯瞰で見た時に、へこんでるのが損だなって思えた時に、あのスイッチが入るというかさ、うん、あれこれじゃダメだなっていう、うん、でもなんか頑張るわけじゃないんだよ、頑張るわけじゃないけど、この状態は良くないなっていう状態あるじゃん。例えばもうあれだよ、簡単に言うと寒いのにアウター着てない状態みたいなもんなのよ。冷静さを失って寒いのに雪の中アウター着ないで寒いってなってる状態をさ俯瞰で見た時にさ、あのそういう人いたらさ、え、着たらいいんじゃないとりあえずって思うでしょ、うん、ちょっと分かりにくい、分かりにくいかもしれないけど、ちょっと分かって、俺語彙力低いから、うん、まあでもねそういう風にあの客観的に見た時にね見る時間を作るっていうのは結構大事かもしれないなって俺は思うね、うん、まあね、あんまり直接的に言うような話じゃないからちょっと分かりづらい感じだけど、まあでもあれだよ、もうなんかそのみんながみんなさ、あの明るく振る舞っててもそういうもんじゃないっていうのは分かってる時代になってるじゃない。みんな考えててみんな大変なんじゃない、うん、でもそれは大変なのを共有すればいいじゃんって思うね今の世の中はね、うん、うん、ゆるじゅるが解散した時期にもそういう話、そういう話をしてくれてましたね。そう、音源はねずっと残るっていうのはそうだしね、あとね、まあ、ゆるじゅるが解散してる時よりはいいでしょって思うからね、うん、いや下を見たらいくらでもあるっていうのはそうなんだけどさ、今の現状と照らし合わせる意味はないんだけど、過去とね、だけどその今何かでへこんでるってんだったらそれを打破しないと、さっき言ったアウター着ないと心の、うん、そのためにはさ、とりあえず楽しいことを楽しいもので自分を覆うしかないからさ、うん、さあ俺はツイキャスだったりこうライブのようなことをさっきのやって、で、あ、こんなことこんなギター弾いたらいいなっていうのを、俺がやりたいこととみんなが見て楽しいことのを考えつつやるんだけど、
まあ俺が楽しいことの方が割合は多いかな最近は。うん、やっぱ楽しいって俺も自身も思えないと続かないなっていうのはやっぱり根底としてあるからさ、うん、なんか真面目な話になっちゃってんな、あんなこんな今うんまあでも無理してやってるわけじゃないからね、あのうん、楽しいからやってるわけで、で楽しいから見てくれている、楽しくないけどなんかもう使命感で見るしかない、今日もえいっていうんだったら、あのとりあえず心のアウターを着て楽しいものを見た方がいいと思うし、うん、だから俺さっき言ったさ、チカーノのさ、あの K さんのああいうなんかこうなんか昔のその怖い話とか聞いて、えやだって思う人もいるしさ、あのあつ森で虫取って、うわ虫気持ち悪いって人だっているんだから、いやもうあつ森できない、虫怖くてできないって人もいるんだから、うん、いろいろいるんだから人間はね。だから自分のね上がるものをね手に取って生きていきましょう偉そうにすいませんね、なんかね、うん、こんな話になっちゃうとはね、うん、まあそんな感じですね、はい2時間ちょうどぐらいかな、うん、そんな感じかね、うん、まあでもシソマダンは結構意外だったでしょ、案外意外だったでしょ、案外キャンプ、あキャンプね、グランピングね、いやたまらんな、たまらんな、グランピングして、いやたまらんなね、えいや LINE でいただいたね、うん、そうね、まあ野外だったらね、うん、気をつけてね、うん、感染予防もねしつつでできると思うからね、うん、みんなね、なんかどっか行ったらどっか行ったよみたいの送ってよ LINE で、うん、全然送ってくんねえじゃんね、えちょっといい加減して、本当に全然送ってくんねえじゃん最近 LINE マジで、あのいや俺もちょっと既読遅かったりするけど、マジで全然、うん、どっか行って飯とか送って、うん、飯とか、うん、はいそんな感じです、うん、よし斉田くん送ってくれ、君はねラーメン以外送ってくれ、うん、サソリいるカフェ行ったら見る見る見る、サソリは食べたらエビの味らしいからな、見る、うん、いや斉田くんやっぱないな、うん、ということで、ちょっと早いですがボンズを流して、ボンズが終わったらおしまいにしようかな、そんで早くねえよ、もう12時じゃん、そして目指せ e スポーツ APEX をやろうと思います、そしてねあのねこの今ね曲をさっきやったシステムオブダウンとかの曲は一応権利的にまあ仲いいんだけど、シソンバドアのメンバーとは、うん、まあ嘘ですけど、あの妄想ですけど、一応ね YouTube ではカットしてますので、申し訳ないですが、またやる時が来たらやりましょう、はい、やる時が来たら、まあでもルーツは面白いよね、うん、こういうああいう早い曲をドク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 って弾くのはやっぱメタルとかからこうシステムオブダウンとか、ああ画像そうだね、画像今ないな、でももうこれではもういやいやいや誰もう誰なの、じゃあこの曲が終わったらおしまいにします、そういう感じでね、まあでも楽しければいいよ、うん、今楽しいもんいっぱいあるからさ、でもたまに辛いからさ、辛い時にさ楽しんでるなって思って楽しくなればいいじゃんね、うん、うわ初見の方がゆっくりしていってねっていうと思ったけど、もうちょっとで終わっちゃう、格闘技世界チャンピオン、格闘技世界チャンピオン、ちょっと今できねえわ、
ミスターサタンやろうと思ったらできなかったわこの背景マジで意味わかんないな。ありがとうございました。はい、よし、ちょっと早くエペックスプレデターになんないとな。まあ今シルバーだけどシルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、マスタープレデターだから絶対無理、絶対無理、うん、あー、ジャマカありがとう、また来てね、うん、またおいで確かにこれもこの人育てた感すごいな。私が育てましたねえ、ほうねえ、逸脱した草にもね、確かに見えるね。よくない草に見えるよねこれいや押し入れとか言うなよ、本当に押し入れでも育つ丈夫な植物、うん、大丈夫、私やってませんから、はい、大丈夫です、私タバコもやっておりませんので、はい、ねえ、タバコも飲んでませんので、はい、なんで昔の人はタバコ飲むって言うんだろうね、かっこいいよねかっこいいかな、いや分からんけど、うん、あーお眠だね、ちょ寝なさいね、ちゃんと寝なさいよ。まあ言ってもな、まだもう感染対策とかもいろいろしないとまだ怖いからさ、うん、気抜いた時が危ないから、普通に寒くなった時に普通に風邪は引くからね、うん、風邪は引くから。でもさ、あのバッチあんじゃん、喘息ですとかさ、アレルギーですとかさ、花粉症ですとかあんじゃん、あれ風邪ですわ、いや風邪はお前、風邪はお前ってなるよね、うん、風邪ですバッチは良くないよな、うん、だから風邪は引いちゃダメだから、はいそんな感じで、またやりましょう。それではまた見れる人は引き続きおやすみ、寝る人はおやすみ、じゃあねー。31個引きましょうか皆さん、いけ、ガチャガチャ解放、黄色が来たらスーパーレジェンダリーだよ、青はねレアだね、黄色来い、黄色、おい黄色来いって、イエローだよイエロー全然来ない全然来ない、いけやったね、見せたね、ちょっと待って、ウェーブした下左右左右やろう、もうウェーブした下左右左右 B、 あ B で出ちゃう、 B で出ちゃう、 A が押せなかった、全然出ない、おいちょっとそろそろ、いやー出ない、紫すら出ない、マジかよ、いけいけ、紫出た、紫出たけど紫ならどうでもないな、さあ来てくれレジェンダリー、いやーなんだこれ、全然いいの出ない、ちょっと黄色、黄色こいって、いやもう全然、これ動画にしたら超カットだわ、何も起きてない何も起きてない、黄色こい、黄色ちょっと待って、おかしい、え勘弁してよ、いやー何これいやマジかよ、えちょっと待って待って待って、おかしいおかしい、こんなことある、こんなにもう出る気しないんだけど、嘘でしょおいもうなくなるってばよ、なんだこの動画は、いやもう半分使ってんだけど、ちょっとあと14、もう全部使い切っちゃう、13、こんなに出ないこれ無料だからね、無料の分だからエピックスパック、ちょっと信じきれない、信じ、あ紫来た、やっと紫2個目、全然、こんな確率低い、マジかマジか、残り9、ホームアカウントもうちょっといいの出てるけどな、ちょっと待ってマジかよ、えぐえぐいえぐい、いや紫出ても紫程度じゃ払拭できないよこんなに、もうなんかずっと同じ時間を繰り返してるみたいな、いやガチャ渋いけど、あいいの来た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 、なんだべた、あーは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 ー
ライフラインの、ライフラインのスキンだ。かわいいじゃん。ちょっと後で見よう。1個しか出てねえよ。1個しか出てない。立て続けに来い。ほんと空気読めないよね。ラスト。なんだよ。マジでクソゲーだわ。ちょっと本当にひどい。ライフラーだけだ。ライフラーだけ。このスキンが出たよ。こんだけ引いて、こんだけ引いて、こんなか。いや、渋。すぐそこに敵がいる。いるよね。索敵入れて。周囲環境をマーク中。逃がさん。ここに敵がいる。敵がいた。オッケー。今行く。すぐ近い。ナイス。敵がダウン。敵を仕留めた。弾ない。手伝ってほしいね。よっしゃ。で、詰めるで。もうみんなリングの中だね。お前なんて言ってるかわからないけど。ありがとうさん。あれ？今日は神々の祝福を受けるとき。終わったってこと？ああ怖い。エリアをスキャン中。ん？いるじゃん。ケアパッケージ。ここに敵がいる。ケアパッケージ効果。ちょっと待ってよ、今めっちゃ最中やん。はいはい、そうな。あっ、当たっちゃった。はい、逃げる。はい、閉鎖まで残り45秒。待って動作不良もないし距離も近い。よかった。逆に良かったわ。早く帰っておいでや。残り30秒、時間がない。こっちに開封済みのサプライズ注射器を発見。シールドセルフ医療キットを発見。トイレ行ってたんかい。リングはあと少しだ。こらトイレ行ってたんかい。これ G7 スカウトを発見。
武器。これね、復活した時はね、もうね、何も持ってない丸裸なのよ。ポップアップを見つけたよ。セレクト丸裸ちゃんなの。リングの外でリングは動いてる。こりゃまずいね。ここデスボ、こっちにデスボックス。こないだのデスボ。この辺りを探索するよ、するよ。感じるんだ。なんでこの音こんなにうるさいんだよ。わちゃわわ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 って耳つんざくわ。本当に今行きます。我が名はグロスフーンダル。えい、わかんない。ちょっと今の何なんだろう。今の何。ん、今めちゃくちゃだったの。あれ、あ、こっちか。え、行く。バックパックを見つけたよ。レベル3だ。ラッキー、もうみんなリングの中だね。あっちに敵がいる。当たらないよね。あんだけ遠いと当たんないよね、やっぱり。ジャンプタワー刺してる。結構降りてる。うわ、あ、うわ、まあ、もう勝った、勝ったんよ。敵を確認した。ファーストキル。調子乗りました。ラウンド1
ウンさせた。敵が近いぞ。大丈夫、お互いに起こす。一時休戦。シールドをリチャージしてるところだ。いいね、ナイス。待て、鳥待て、焼き鳥食いたー。当たんない。焼き鳥こら。あ、焼き鳥食べたいな。なんか焼き鳥の美味しいの食べたい。美味しい焼き鳥食べたい。なんかさ、すっごい焼き鳥って並ぶ美味しいとこたんじゃん。レベル3だ。行ったことないんだよね。あっちに標的だ。OK。シュコープ、シュコープください、シュコープ。シュコープ3倍じゃなくて8倍ください。俺アホすぎでしょ。あ、こっちか。普通にいるじゃん。撃つ？攻撃を開始する。スコープ欲しいな。どうやろうね、こことかは。ここダメ？すげえとこに設置したけど。こっちへ行った方がいい。案外あれだぜ。今連れてくれ。敵への攻撃を開始する。残り1分。深くなったよ。残り45。リンクはあっちに敵だ。気をつけ。アクサーを投げた。まさか行くってか。行ったろかい。残り30。まあまあ言ったらダメ。残り10秒。すぐそこ。ポシュンポシュン確認中。ちょっと回復するぜ。
サプライボックスだ。チャーラいらないな、もう。いっか。上取るか。あ、間違えた。4部隊いんの、この中に。きつ。きついな。よしよし。でも悪くない試合だった。結構ポイントいったんじゃないかな。くそー、3位か。3位だ。おっ、1400いってる。まあまあいいね。おっ、チャンピオン、チャンピオン、ノーカン、ノーカン。よし、頑張るぞ。ここに着地するのがいいと思う。ワテもいいと思う。準備して、行くわよ。BGM 変えたいな。これ BGM 変えられるんだよね、本アカウントの方だと。あの BGM、 あ、まだ行く、まだ行く。あ、ロボットくんがおるやないの。ロボットくんが情緒不安定、情緒不安定なのかしら。あ、いいの取ったよ、ヘムロ。あ、いる誰か。ショットガンボルト EVA8 を発見。誰かいるでございますか。誰もいらないでございますか。今行くで、待ってて、使わさい。ここにチャージタワー、あれはかなり役に立つんだよね。ちょっと待って、一人落ちてる、一人落ちてるんだよね。知らなかったよ、バカ野郎、バカ野郎、落ちやがって。全然違うんだぞ。2人だったらもうほとんど動けないんだぞ。誕生日プレゼントください、お願いします。誕生日プレゼント、この辺に。こっちを探索しよう。プレゼントください、タンプレください、タンプレ、タンプレ、タンプレください、お願いします。
誕生日全然まだまだですけど、むしろ真逆ですけど、いやいいんです、伝わらなかった。コミュニケーション、コミュニケーション、どこ行きますか。こっちに開封済みのサプライボックス。あ、ケアパケア。こっちに開封済みのサプライボックス。そうですね。なんだかとてもシンパシーを感じる。シンパシー？シンパシーとは？初心者さんだかもしれないけど、俺も初心者さんですよ。シュ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 。シュ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 。さすがにここ開いてるかな。あ、開いてない。これは促進剤を発見。お、ドローン。逃げよう。あー、ダメージを受けてる。リングのカウントダウンが3だし、新しいキルリーダーが確定しました。こっちへ行こう。新しいキルリーダーから目を離さないで。分かった。みんな、レプリケーターが来るよ。こっちにいいものがあるのかも。シールドをリチャージしてるところよ。了解。逃避行や。リングまでもうすぐ、残りは10秒。いるね。まあ、敵が近い。いるね。ああ、ダメージを受けてる。シールド、リチャージ中。ああ、いるね。すげえ勢いで来るな、しかし。なぜか。なぜか欠かさせれた。きっとなんでと思ってる。Thank you very much. あれ、シールドある？シールドある？ありがとう。おお、落ちちゃうよ。落ちちゃっちゃうよ。最後だから勝ちたいな。お、普通に普通に見つかっている。シールドをリチャージしてるところよ。まあ、いったね。リングのカウントダウンの指導。痛い。敵に撃たれてる。痛い。見すんだよ。修理中。シールドリチャージ進行中。部隊か。あとちょっとダメージ与えたいな。あとほんのちょっとダメージ。 4!4 じゃきつい。12、あと4。あと4でアーマーが育つのに、あと4、あと4なんや。よしよし、育った育った、ね、紫色になったでしょ、アーマーが。こ
確認した。はい、頑張ります。おう、2人だってバレたね。あと一発だな、多分。なんでポコペンつってる？どうしたポコペンつって、どうしたポコペン、ポコペン、あれ、いや、あべ、間違えた。ほんとやるよね、これのスヤツ。戦闘態勢、敵を倒した。残り1人、こう、リングまであと少し。ちょ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 、敵に撃たれてる。なんたるエイム。よしよし、なんとかなってるぞ。シールドリチャージ中。完成。他の機体から制圧されてる。いいね。あリロード中よ。いいね、うまい。最高。でも撃たれてる。行こうよ、頼まれてちょうだい。いや、おるんよ、おるんよ、おるんよ、でも。やるか。やるしかない。僕らを倒しに来たよ。別部隊だ。シールドリチドリチャー進行中。とりあえず赤にはなったな。ちょっと、平たいな、あそこの。あそこにの連中。ナイスナイス、こっちにいるね。でもこっちにもいるんよ。敵への攻撃を開始する。リング閉鎖まで残り1分、時間はある。ちょっと投げ物、投げ物ない、投げ物ない。グレネード、シールドをリチャージするよ。ヘルスローン展開、展開中。残り45秒、リングは近い。近いって投げる。痛い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 。めっちゃ痛い。めっちゃ痛い。あっちに敵がいる。残り30秒。そうなんだ。リングまでもうすぐだ。そうなのよ。割れた。リングまでもうすぐ、もうすぐ、残りは10秒。やり合うの待つしかないな。リング閉鎖までは1分だけ。仲間の到着は待たなくていい。やっとくれ。リングは遠くない。ありがたいね。出るね。残り30秒、時間がない。そこにいるじゃん、普通に、普通に。いやー、ドローン見つかった。普通に、残り10秒。
されてた。くそー。あー、プッチョヘンザー。あ、でもすごい、1600近くいった。くそー。いやー、プッチョヘンザー、これあー惜しい惜しいよ。頑張ったのによ、頑張ったのに、頑張ったのに、なんでなんで最終的に生き残れないの、どうして。いやー、くそー、いい感じだったのにな。このゲームね、割とね言われてんのが、キル数じゃなくてダメージ数を稼ぐのがいいっていうね、評価をされるという。1500だったらまあまあまあいいね、1キルだったけど。はい、ということで、いやもう惜しかった。あー、ありがとうありがとうね、おちょばくありがとう、お肉ありがとう。お肉食べたくなってきた、マジ鶏肉食べてえな。なんかちょっと行くかな、走るか、声優まで走るか具体的。はい、ということで、どう、おもし、楽しくなってきた、その楽しい会話、ハラハラドキドキしない、見てる方も。俺がね登録してる配信者さんとかはもう1万人ぐらい見てるからね、やっぱうまいとああいうハラハラするとこまで行くからいいよね。あ、だったらよかった。ちょっとね、ちょっと先入観もかなりあるからね。うん、エペはね、そうやっぱ見てて楽しいよね。でね、まあ何回も言ってるけど、無料だからね、無料だからぜひみんなもチラッとやってみたらいいかもしんないね。うん、スイッチにももうちょっとで来るらしいから。うん、はい、ということでね、次月曜日かな。あれあれ、ちょっと待って、えあれ、ちょっと待って、バルちゃん、バルちゃんさ、いつやる、バルちゃん、バルちゃんいつやる、バルちゃんいつだっけ、860曲やるの。明日か、明日バルちゃん860曲かあれ、あ、明日じゃないか、ああ明日じゃないか、よく、あ、びっくりした、明日じゃないか、あれ11月か、あー、ごめんごめんごめん、11月か、そうだ、あぶね、10月3日みたいな感じで覚えてね、ちょっと楽しみだね、それも。俺はね、62を62回や連続でやるっていうのは考えてたんだけど、ははははうん、でも絶対飽きるよねっていう、それやろうかな。でももう最後右腕上がんなくないいやーちょっとそれもちょっとやるのもありかもしれんな。62を62回よ。うん、それ結構前に俺言わなかったっけ、言ってた気がするな。そう、俺もちろん俺が最後腕上がんねえぜ。62回って4分だとしたら240分だから、260分とかだから、やっぱりすごいかかね、5、6時間かかるね。あんまりでも62ばっかりだとあんまり需要ないよな。でも62を62回やったっていう事実はちょっと、それだけのために挑戦するのはちょっとありなんだけどな。あのね、連続で20、20、22 二度目の別れを二度やるいや、あんなの一度でええ、一度でええよ、終わっちゃったよ
ちょっと話したら終わっちゃったよ。どうしよう。なんかね、そう62、そうなんかね、そうまあ多分飽きるよね。うん。まあそうだよな、見てる側はずっと見ててもずっと変わんないもんな。なんかこの字面がいいじゃん。62、62回やったっていう、7時間かかったみたいな、その2行ぐらいが欲しいがために。いやでもないな、いつ見てもずっとシクシスやってんなみたいな。まあちょっと考えるね。 6.2 回もういいね。 10.2 回はなんか、まあ、B メロぐらいで終わるんでしょ。時は止まらない、で止まるやつね。あーちょっと俺もね、企画はまたね、しばらくやってないからね、4月29日からそういう自宅のイベントやり始めて、6月と6月20日と5月30日とやってきたけど、なんかまたやりたいね。本域でちょっとね、やるんだったらもっとこの音の環境良くしたいなっていうので、ケンさんにお家にね、そろそろ来ていただいて、もっと音を研究できるなっていう、相当ね研究して、このマイクの音とかもかなり、コンプかけたりして、音のねこう振り幅とかなくしたりいろいろやってんだけど、やっぱりケンさんにこれ相談したら、なんでそんなのかけてんのみたいなのも結構あったから、それがねバチッとなればねかなりいいよね。緊急事態宣言だからケンさんにも来ていただくことはできなかったんだけど、今だったら来ていただいてね、チューンアップしていただくっていうのは、かなりその通常配信も底上げするっていうのはちょっとありかもしれないですよね。ちょっとね10月11日が終わってからいろいろまた考えようかな。でもまあツアーがね、まあツアーができんのかな。今見ていただいてる60何人の方はツアーやったら、ツアーやったら来れるの？これ匿名性が高いので、全然はいでもいえでも本当に正直に全然答えてもらって大丈夫です。ツアーやったら来れる？正直ゾッとする話しかなくてさ、ライブやってみたら、場所はね、まあどこでも、まあとりあえず場所はどこでもだね。いやーやっぱそうよな、29人か。でもまあそうだよね、だからそうなんだよ、やっぱね、やっぱり大人として厳しいよな。だからね、ちょっとね、ちょっと難しいな、ちょっとどうしようかな。いやどうしよう、マジで今考えてるわ。曲終わっちゃう。いやそうな、そうだよな。まあね、もうずっとねゆっくりね、ずっと考えてんだよ。まあ消しちゃった。もうね、もう考えに考えて何が正解だか分からなくて、ただその情報としてこうやってツイキャスで聞いて、
こうやって生の意見をさ、やっぱりこう正直に言ってくれて、そう29人だけだけど、やっぱり 30%、 60% の人が行けないっていうところなのね。うん、行きたくても行けないってところだからさ、そこはね、ちょっと68人見てるから、もう一回どうね、ちょっともう一回押してみて。そうね、だからこうやって周りの話聞いてるのもしかり、10月11日にやっぱり行けないっていう人もしかり、ね、いろいろ無理して、やるべきなのかっていうところね。あー、ちょっと増えたけど、まあでも半分はね、やっぱね、しかと受け止めます。いやー、そういうことよ、あのそういうことだなってね、本当に思ってるから今まさに、それぞれみんな理由があるし、行きたいのにっていうので押してくれてるからさ、別に行くつもりないけどとりあえず家押しとくかって人はあんまりいないと思うからさ、そうね、そうね、だからこうやってね、貴重な意見だし、やっぱね、これがねバンドだったらまだなんとかなるかもしれないんだけど、ソロだとね、やっぱね、そうソロだと、いろいろかかってくるからね。まあ本当だよ、皆さんもうそうだよね、来てね、来たいよね、そりゃね。OK、 ちょっと考えるわ、ちょっと考える、考える、よし、そろそろボンズのいや、何回聞くねん、何回聞くんですか。まあでも悩むよね、たくさん考えて、常にね、周りの状況だったり、この倫理とか社会のね、今の情勢とかをね考えながら、このぐらい敏感になるってことが正しいことだと思うから、でこう流動的なものだと思うし、こうやって聞いて、あの気持ちも変わるけど、やっぱりそのなんだろうな、こうやって生で聞くと、あのなんだろうな、 LINE とかでもらえると、行きたいけど行けないからやんないでくださいとは言えないじゃない。でも行くなら頑張りますって意見は LINE でくれるかもしれないけど、それはその逆は送りにくいわけでさ、こうやって聞けるとやっぱり分かるというかさ、もうちょっとだな、もうちょっと先だな、多分。いやーすごいな本当に。でもみんなそうだから、もうこの業界はみんな辛いし、みんなひいひい言ってるからね、ちょっとね俺の中で、多少こういう決まりつつあるね、いろいろね、またそれね、悪いことじゃないし、そう、やまない雨ないからね、本当にね、これがもうね、こんなものが続くわけがないから、大丈夫ですよ、そんな感じですかね。はい、チェキの受注がまたちょっと短くなってるので、当たりをたくさん構えて、用意しておくので、ぜひお忘れなくしてくださいね。当たりいっぱいつけるのもなんかなと思うんだけど、そんな感じですかね、はい今はまた中途半端な時間になっちゃった。ああ、買ってくれた、ありがとうね。今回ね、じゅんさんとやったね、イベントの時に使ったチェキがね、本体がめちゃくちゃ写りが良くて、なんかねぼやっとしてたのがクリーンになる感じので、明るさもすごいいい感じだから、それをねちょっとゲットしたんで、10月11日はツーショット撮っていただける方はそれで撮るんで、ワンランクアップしてますよ、綺麗になってるので、
それも楽しみにしていただけると、はい、そうだね、その目に映る僕は笑っているかなですね。本当に俺がね笑ってないとねダメよね。まあでも、まあ、へこんではいるけど、本当さっき言ったように、まあ生きてりゃねなんとかなるから、うん、大丈夫よ、うん、ねえ頑張って待ちましょう。でもできることはやるから、うん、そのなんだろうな、その11月12月もしできないとしても、その日は、配信か何かでできればいいかなっていうふうに思ってますので、ね、うん、まあ結果どうだろうとも、そういうふうなチャンス恵まれたっていうふうに思うように、俯瞰でね、さっき言ったような俯瞰で自分を見て、うなだれてる心が沈んでる自分が何か得してるかな、お前得してる、なんかその今気持ちになることでって、思うようにね、してるからね大丈夫よ、うん、そんな感じで、続報をお待ちください。それでは長い間ありがとうございました。長い時間ありがとうございました。あーお茶ばっかりありがとう。またねー、おやすみー。あーお茶ばっかりありがとう。おやすみー。